はい、お疲れ様です。今回もですね、対戦動画の方撮ったので、後入れ音声入れていこうと思います。まずはですね、使用したパートナーとハンドルネームそれぞれ言ってもらおうと思います。じゃあ、お願いします。はい、どうも、ゆうへいです。今回使用したパートナーは、元気あふれる滅狂調子、アウラベロフィオーレです。フィオーラです。はい、じゃあ、お願いします。はい、どうも、チョネです。今回使用したパートナーは、指揮官の才能、エンレモットです。はい、ありがとうございます。それでは早速対戦動画の方行きたいと思います。はい、ではそれではですね、いつも通りですね、マリガン中に、それぞれのパートナーについて喋っていただきたいと思います。じゃあまずはゆうへいさんの方からお願いします。はい、今回使用したのがアウラベロフィオーラなんですけど、バトル中に控えからキャラを出すことができるということで、相手より擬似的に一面が増えるということで、それを利用して、多くの打点を通していこうというのがコンセプトになっています。はい、じゃあ続いてジョネさんお願いします。はい、エンリモットはもう書いてある通りセット、専用セットですね、つけてゴブリンが山ほど出てくるので、1ターン目から3面とか増やしてもうボコスか殴ろうというコンセプトですね。はい、一応お互いマリガンしてる形ですかね、これ。そうですね、お互いマリガン、はい、多分アインズが引けてないと専用セットが引けてないだと思うんですけどまあお互いそれぞれまたしたやつ、アウラ側はアインズ で、エンリエモット側は専用セットが絶対に必要なんでって形ですかね。ですね。はい、というわけで一応スタートしました。で、今先行アウラ側は今引きましたね。お互いにちゃんと欲しい専用セットとアインズ引けてるけど、お互いにパートナーも引いてる。ここら辺はご愛嬌みたいな感じで。確かにチョレさんの方も重なってるけど持ってて、ただこっちはこのツードロンですね、もう一枚持ってきちゃってどんどん増えていくパートナー、どんどん重なっていくと。ただまあお互いに初動の動きは一応大丈夫な形ですかね。専用セットアインズそれぞれ持ってる形ですね。こっちはもうこれパートナー多分一生使わないようにもらってきたんで、もう切っちゃってますね、早いから。全1から切るっていうなかなかのそうです、かなり珍しいですよね、いきなり切っていくスタイル。パートナーの補正も11なんで、ナザリックの当事者もモンガは22補正と、実際なんか横の方が強いと、うんうん、21じゃないですか、補正値2です。耐久的にはもう1なんで、ほぼ、数つかないですし、頭別に上がっても。はい、というわけで、今、レベルアップ。そうですね、絶対支配者の力の関係で、確かレベルアップできるんですよね。初手だけは、そうですけど、次のターンからは本当にアインズ上げると血を上げれないから、1枚はコスト。まあ、基本的にレベル上げるのはアインズが優先。優先ですね。まあ、当たり前か。そっちの方が伸びますもんね。そうですね、貫通そもそも中央持たないんで、あんまり誰か通る機会もないんで。はい、これでバトルフェーズ入って、アインズじゃない、モモンガですね、モモンガテキストで引いて、おしまい。で、高校ターン帰りまして、まあ、高校がやることは1個ですもんね。もうキャラをいかに沸かすかというか、はい、まあ。で、ここで今、ウンフィーを引いてきた。そうですね、アインズの活通して、唯一のフレンド、ウンフィーレアを引いてきて、そしてパートナーも引いてくる。まあ、こっちも2枚重なって。このゲームやべえなってなかなか思ってるところですね。キャラもお互いにいっぱい増えるし、キャンセルもお互いしないし、まあ、順調な滑り出しですね。なかなか順調ですね。で、専用セットまあ引いてるのでセットで、サッチンなので、ハンドロー、はい、専用は貼ったら増える。そうですね、貼った瞬間にセンターが誘発して、ゴブリンアーチャー登場ですね。これはデッキトップを破棄して登場ですね。はい、でセット山戻ったのは、センターのテキストは、そうですね、セット自分についてるセットをバンスするとゴブリン1体にアタックか耐久を2上昇で貫通不要ですね。はい、でもう1回再セットしてゴブリンをもう1回誘発して、ゴブリンもう1体特殊登場ですね。はい、でまあちょっとずつ送られていくバックヤード。そうですね、枚数自体はそんなに多くないですけど、まあ相手が控えるようなので登場されるというようなキャラをちょっとずつでも飛ばしていけるのはかなり大きいですね。こっちもまあ1ターン目はもうキャラ云々とか言ってる場合じゃないんで、まあ、優先順位とかも気にせず、もうあるもん必要じゃないもん、とりあえず切っていくしかない、切っていくしかないですね。後々有効でも控えにとりあえず1回置いちゃうやつですね。はい、まあ、そうこうしているうちに、エンリエモットのテキストと、ウンフィーのテキストで戻して今3回目のセットを行った形ですかね。ウンフィリアが、メリル互換っぽいテキストなんですけど中央も戻せるので、これだけでもう3回で今短期をして、これで剥がしてもう一度戻せるので4回目ですかね。はい、で剥がしてこれで戻して、もう
出してセットし直して4回目1回、ゴブリンをゴブリンアーチャーにゴブリンリーダーに変更しているのでこれでまあちょうど3体という形ですかね。アーチャー、アーチャー、リーダー。そうですね、戻す、山札の上見て順番的にちょっと一瞬間違えたかなと思ったんですけど順番変えればよくいいだけだったのでこれ1回貼って先にデッキトップハッキーいらないカードだったんで先にトップハッキー選びました。センター先バウンスチャット強制ドローでいらないカード引いてくることになっちゃう。はい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 、この順番ちょっと変えました。というわけでなんかいつの間にか盤面が埋まっている。そうですね、これ4回貼ってでさらにあのおかわりも引いてるんで、まあ、戻さずに上から貼り直しですかね。スノセット、センターテキストもう1回、インフィリア1回、短期5で1回でおかわりで5回ですね、うん、これで第5ブリン、第5ブリン、第5ブリン勝負でもうかなり、かなり動いている。もうこれはもう盤面的には頑張りなんですけどよく見るとハンドめちゃくちゃ弱くて本来うたたねとかあとゲールエンドジフルスタンドですねとかあと相手ターンに打つ、なんでホールンダムを引いときたかったんですけどその辺を一切引いてなくて返しが非常に不安なところですね、うん、とりあえずなので一旦、これ今手切ったのはゴルクのセットの方ですね。そうですね、セットあればそのセットに変わることができるんですけども完全にこれはゴルクしたいだけのやつですね。これで防御札とかを引ければなと思ったんですけど特に何も見えずで全部いらないカードだったので、直裏もしくはセット割りが選べる、創造主の面影ですねを使うためにデッキトップにいらないカードを置いて2枚発揮してセットバック。裏側はあのセットでかなりハンド助かってる部分があってあと相手の初動の動きも弱かったんでぜひ割りたいところでしたね。逆に裏側は今もう控え掃除されたのでかなりきつい状態ですかね。まあ、1枚残ってれば一応手札のキャラが出るんでそこはまあなりふり構ってる状態じゃないんでもう相手の面が強すぎてこっちの面がそうですね、今かなり差相当開きましたね。そうですね、でバックは送られなかった。あとはキャラだけ、いや別にバックを送ることしてないですね。あ、そこ今単純にあれか控え確認しただけか。そうですね、でこれでもバトルフェイズにおそらく入るのかな。入りましたね。そうですね、やることないんでバトルでこれでゴブリンが今、ゴブリンリーダーが全体22、ゴブリン22、ゴブリンアーチャーが全体211なんで、ゴブリンが今12ですね。台が、55上昇なんででこれをここはエニエモットで20貫通振った場所なんで14貫通戦艦ですね。かなりでかい。でガード側が一応アインズでキャッチでアインズもかなりでかいんですよねこれ、まあ、ここで多少なりともいいキャラが落ちてくれればみたいな思いでもうパートナーでキャッチするとまた1回しか応答ないんでいつになるかも分かんなかったんで、うん、まずはテキスト使うために1回まあ開け回数を作りながら、ね、はい。で今キャッチして2抜けした後にまあ、一応今裏タイミングちょっと遅かったんですが一応裏ダウンした後にテキスト。そうですね、まあ、これで一応一面アタックを防げると見た目ではそうやってんで一応貫通持ちということで、まあ、ゴブリンちっちゃい方はいはい、まあそうか最初に登場してた1回目の方のテキストをその横に振ってあってって形ですかね。そうですね、でこれ中央が見たままで998ですね。で相手中央が耐久が11あるんで特に何も起こらないんですけど、まあ、一応受け方を見せてくれないかなと思って投げました。はいはいはい、まあ、そんなことはなくでジャンプされたところを、コンバットで貫通不要ですねこれ。はい、まあ、相手のレベル分だけ選べるやつですね。そうですね、これで20貫通。これに関してはこっちからその何も見えてないとこなんで、まあ、たとえ中央で受けたら大して飛打点は変わってないんでそもそも。そうですね、9点蓄積してるのでむしろこっちの方が位置高い残2と3だから、うん、でこれでもうほぼ素通り状態なんで、14から14対3で11抜けですね。これもお互いパートナーほぼ見えてるんで、そうですね、かなりお互いに、まあ、こっちからは3お互いに自分からは3で、うん、まあ、オーバーロード側は素で3ですけどね。ゴブリン側は一応相手には見えてない。はい、というわけで、まあ先行2ターン、もうまだ先行2ターン目なんでね、これね、合ってるよね。そうですね。今から初めてのバトルフェイズ。はい。今もう盤面の数がもう埋まりきってて分かんなくなりました。そう、何ターン目なんだこれはって感じします。
というわけで真裏側の2段目。そうですね、はい、ただ枠キャラがデミウルガスだっけ。そうか、そうか、相手にセットで鍵閉めたもあるんで、あんまデミウルガス出したくないなって思って、カット2ドロから入るんですけど、何を切ろうかなみたいな、うんうんうん、もうフォールンダウンも正直打ってるよりもこの試合あんのかなみたいな。そうですね、かなりターン数短そうですもんね。ただ切ったのは、あれかリベンジ、リベンジ交換ですね。打ってる手札がない、ただこっちもゴブリンが上がるだけでセンターは上がらないし、はい、で引いてきたのが交通じゃない、苗と、苗ですね、専用フレンド、専用フレンドでもないのか、まあ、専用ですね、一応ネーム要求とかはないものの、まあ、まあ、登場にしやすさ的にはまあ、で中央として回収はないんですけど、まあ、復帰がするんでワンドロー、はい、中央セットですね、これで。で、今からでやろうとしてるのが中央のテキスト喋ろうとしてるんですか。いや、もうそれぐらい喋った後にちょっとデミロスのエクストラで、はいはいはい、手札も回すしかないなみたいな。まあ今選択肢がかなり、そうですね、狭いですもんね。そうすれば一応アインズも復帰して手札のマーレも出せてみたい、盤面的にはまあ強そうな見た目なんですけど、まあもう、はい、ご愛嬌、最後のレベルカード引いてきてしまい、これはいつ使うんだと言わんばかりの手札的にもうこれをコストにするしかなくて、そうです、できれば隠したいところですけど、そんな余裕ももう今取れないですもんね。 このターンでゲームをなきゃこっちがもう終わってしまうんで、ボールンダウン持ってるものの頭ゲーションメーターも見えてるし、まあ、ただ一応手札的には開始では3以上で割れるんで、一応打てるかなみたいな、気持ち的には持っとこうみたいな、はい、というわけで2枚目をそのままバックヤードに送ってデミルゴステキスト、まあ、やむを得ないですね、これ本当に。そうです、本当にやむを得ない出したんで。で、ワンドローというわけで、これで一応まあ盤面の方はある程度まあ動きました。で、ここでちょっとアインズのカット2ドローをするのか、アインズをバトルでパンプ振るのかで、ちょっとアインズのレベルアップのコスト悩んでますね。手札を増やすと、まあ、見た目は良くなって、ただゲーム終わらす的にはアインズで3-3振った方がまあいいのかな、みたいな。はいはい。で引いてきたのがシャルティア、というわけでこっちでレベルアップ。なかなか先行2ターン目とは思えないこのいろんな領域にカードがあるこっちはもうバックゲージにレベルカードが2枚あるっていう。そうですね、普通では信じられないような別に飛ばされたわけでもなんでもなく自分からそうですね、送らざるを得ないとはいえかなり厳しいですよね。確かにそのさっきバックにパートナー飛ばしないと手札 あのホールンダウンがパートナーなので開始そもそも負けですもんね。そうですね、もうないんで。これでもまた1も入ってて、センターテキストを使うのは確定してるんですけど、何を出すかなってちょっと考えてますね、うん、クレマンティン出せると打点的には一番高いんですけど、まあホールンダウンのあるタイトルだしなみたいな、そう考えるとシャルティア出してもいいのかなみたいな、いろいろ考えて、まあ、結局は現象メーター一応出しましたね。一応出すと一応アインズのサイズも上がるんで見た目はいいかなっていう。はい、でマーレのテキストですかね、バックトーンダートのテキスト。そうですね、ミニパンプ振れるんで、はい、これで第1回しました。すごい、もう4面対5面かっこ先行2段目みたいなそう先行2段目のはずなんですけどね。そう、もう終盤ですよ、終盤、もう最終盤。数値は実際かなりでかいですもんね。2上昇2上昇から上がってマーレから殴るとフレンドは全体 AP2 上昇で、中央のテキストで2パンプが入ってどんどんいくんで、まあ、見た目以上にアインズも入って高いんですけど、まあ、相手の音がこっちから2回残っていると。そうですね、見えますもんね。こうなると、で逆にチョメさんが受け札は実はリベンジしか持ってない。あとまあデミウルゴスですね、貫通無効。あ、そうだ、デミウルゴスが、あの低誘発がありましたね。じゃあまあ受けるのは割と、そうですね、こっち側からは音1枚しか残ってなくて、まあでも受け札あるからこのターンはまあとりあえずもらえるかなとは思うんですけど、あとデスナイトがちょっと怖いので、うんうんうん、山で受けるならアインズモンの場所をボディで受けたいなとか考えてました。というわけでこれで一応モモンガからパンチ。そうですね、まあ、ホールンダウンが一番されると嫌で
他の横2人から殴るとそもそも中央の体型に届いてなくて一方になるんで、はい、打点としてはあれですよ、シャルティアで上がるんですかね、これだと。これで殴るとシャルティアと中央のテキストで4上昇か、自分で2で6、4上昇。あ、そうか、自分の上昇もあるか、ホテル開始時で上がってるんで、はい、周りから殴ってないので周りの上昇分だけになる。そうですね、はい、まあ、でもそれでも十分な打点はあるんで。そうですね、6上昇だともう普通のパートナーの数字超えてますからね、パートナー、普通のパートナー以上に。でもトネさんがもうこれで、まあ、そもそもこっちのエンリオモットは中央が空いてたバリアなのでドローが1枚書いてあるだけ。はいはい。で、あとこれ5ルックした分なんでもうサクサク引いて、で、この一番下見えてた分一番下パートナーなんでデスナイトも警戒せずに打点もらえるんで、こっちとしてはかなり楽な感じでしたね。ホールンダーを持ってなかったんで多分専用フレンドから殴られるとかなりやばかったですね。これは専用フレンドでのパンチとかチャルティアのパンチとかでオート弾かれるとどうしてもモモンガを止める手段がなんか限られてくるんで、うん、モモンガこれ裏取れないと、デスナイトはエクストラから登場しないんで、まあ、多分打点がどうやっても見た目足りないかなとか思って、はい、まあ、これで以上アタック入って1、2、6上昇、そうですね、違う8上昇、ちょっと8上昇ですね。マーレ自身テキスト、バックトンの時テキスト、モモンガとアウラ。そうですね、はいはい、すげえ上昇するな。確かにこれだとホールンダウンもらうともう一気に下がりますね。で、見た目のサイズになっちゃうとそんなにもう結構サンサイズのパンプでごまかしてるんで、これでリベンジが一気になんかしょぼいような、はいはい。で、今リベンダウンはないけどリベンジがあったのでとりあえずワンパンはこれで先ついてキャッシュして残算ですね。まあ、中央はもう貫通持ってないんでまあまずは貫通あるところから殴って、ここもまあ見た目6上昇、そうですね、はい、中3貫通、まあ確かにでかいですね。いや、もうちょっと上がってるの、もうちょっと上がって、あ、そこモモンガがいるか、そうですね、8上がってるんで15点ありますね、これで。うん、6じゃない、アインズの分入ってない、いや、シャルティアがアインズ殴ったら上昇じゃない、シャルティア周り中央で6じゃない、1、2、3、4、5、6でいいのか、7、8、いや、アインズはバトル開始だから、そうですね、そう、6で合ってますね。まあまあ、あんま関係ないですね、うん、貫通を止めるかどうかだけなんで今、で、チョネさん、あれですね、ディミュルゴス構えてますね。そうですね、これで、一応フィニリアの方がだ、耐久一応残ってるんで、フィニリアで受けて9点貫通か、貫通向こうで止めるかをちょっと悩んでますね。山が結構まだ残ってるんで9点ぐらいもらってもいいかなとは思ってます。こっちも見た目中央貫通つかないんで多分中央はフレンドか中央どっちかで適当に裁かれるんだろうなとか思って今ちょっと山枚数確認、まあ実際もパートナー残ってないとは相手から逆に残ってるように見えてるのでっていう話ですね。そうですね、もう例えばここでなんかバトルでコンバットとかいっぱいあっても音が1個残ってると思ってるんだったら無理して使えないんで、うん、じゃあこっちはもう9点ぐらい受けるかって感じで9点もらいました、ね、山で9点ここはなんかすごいさっき欲しかったカードが落ちました、ね、そうですね、さっき言ってたやつらですね、うたたね、ゲール、フォルンダウン全部なんか固まってました。でまあ、こっちはとりあえず手札が欲しいんで、まあ、アタックオンドロしようっつってなんだろう、まあ一方なんで特に何も残らずこれで終了ってとこ。はい、というわけで今後攻2ターン目に入りました。今チョネさん側の方が引いたのは 何引いたんだこれ。メガカヨイズマって呼ばれてるやつですね。三三上昇と三三上昇か、起こすやつ三度するやつですね、はい。まあ、というわけで、アインズのカツからスタート。これ今何か探しに行ってる感じですかね。あ、いや、とりあえずファイナルなんでもう全部消えちゃって、はい、全部攻めに還元しようかなって感じですね。一応最後にコスト足りなくなったりすると嫌なんで結構まあこのターン結構打つものあるんで、まあ、そうです。確かに相手のパートナーも4枚見えてこっちも4枚まあ自分からは見えてるので確かにラストターンですもんね。そうですね、はい。まあ、というわけで、専用セット貼ってワンドローでもう特にゴブリン出す必要はない。あ、いや、全部7にしますね今から。全部あれか、ゴブリンリーダーに。最終的にはそっちにするのが狙い。基本的にはそうですね。
ただこれ山の枚数がちょっと怪しくて、あの最後に相手一応特殊登場直1があるので全部は引けないんですよ、ね、1枚だけ残しとかないと死んじゃうんで。はいはい、あ、そうか、登場コストが山1吐きだから。そうですね、ゴブリンは登場1吐きと、ゴブリンリーダーも登場1ドローなんで強制で1枚減っちゃうんで、まあこれ途中で気づいて、これ山枚数足りるかなってちょっと不安になってますね。はいはいはい。あ、そうか、あの除去札が確か3ラッカーですもんね。そうですね、直裏が山3枚必要なんで、で強制ドローがあるんで結構あるんですよ、ゴブリンの登場と、あとセンター探知もこのターン多分叩くんで、うん、それの強制ドローが1枚、セットバウンスすると強制ドローも1枚と、はい、結構意外と強制ドロー多いですね。強制ドローめっちゃ多いんで、このデッキ1ターン目とかだってサッチングのドローいらないですからね、強制ドローだけで足りるんで。はい、だけでセット、バンド、ローの1バック、一応この1バックやっぱかなりじわじわ効いてますよね、出されたくないやつをかなり通してるんで。で、破棄して今枚数確認、これだと山残り5枚、白5かな、5枚かな、5枚なんで、短期ゴブリン登場3破棄だとなくなっちゃうんで、はい、やべって感じですね。さっきの話で言うと、そうですもんね、1枚は絶対残しとかないと負ける。だからここでゴブリンリーダー1個諦めだなって感じですね。一応もう少し山があるんだったらもう1枚あれば、まあさらに追加でリーダー1枚で、はいはいはい。今これであとはじゃあちょっと山足りないの気づいたからどうしようか考えてる感じですかね。そうですね、ここで一応大きい方のフィリア、スイータンをテキストを持ってる、はいはい、先制攻撃がダウンさせたときに直2ですね。まあ一応これがあるんで、まあこれ出してやろうかなと思いつつ、まあこっちとしてはもう元なれ山となれ。まあ何が起こっても何が起こったのか、まだこっちはバトル1回しか向かいてないはずなのに、もうなんで山ないんだろうみたいな。一応こっちもね、ホールンダウンとあとなんか入ってるかわかんないですけど、万が一なんか危険とかで、あとデミリボス登場復帰とかで受け面だけ増やされるとこっち貫通は少ないんで。意外と耐えれるかなと思って一応ちゃんと考えて全除去を狙ってますね、はいはい、で今打ったのがナザリックですかね。そう、ナザリックを、モンガに1回当てといて、でセンター短期をしまいました。でセンター短期回すことで貫通も1箇所触れるようになるんで、まあ、確かに受け側的にも今一番数値でかいのもモンガになりますもんね、これだと。そうです、モンガですね。とりあえずこれで、モンガを直裏取って、ナザリックの効果で封印されて3落下で、特に確認はせずに3落下して、まあ何もいらないんでも、はい、まあそうですね、ここまで来ると思うって感じですね。でもさっき言った通り、もうこれ以上山に触ることはもうできないの で, で,、ね、でもう一体ゴブリン台出そうかなって思って、やっぱさっき何考えてたんだろう。さっきそれ全部引いたらダメだって考えたとこだろうと思って、ちょっとアホなんですけど、まあ横につけて1補正にしました。でユーフィーリア台を出して頭現象メタをセット、はい、でセット割りを一応打って、まあ、ちょっと数値下げといて何かあってもいいようにってとこですかね。まあホールドはあるから実数値下げるのもいいですね、まあ、でこれ回収して打つ当てね打とうかなと思ったんですけど、そこまでの反動実はなかったみたいな。まああのパンプ諦めれば、手札のコンバット諦めれば打ってたんで打ってもよかったかもしれないですね。セット割りするか当てね打つかって感じ で貫通が今2箇所に触れて、でコンバットの貫通面もあるんで、もうセンター受けられてもいいかと思って、うん、打たないわけじゃない。確かに今これで墓地のてか控室の一番上ですね、ソルシャンいるから、確かにこれ山なかったら逆に出し直して勝ち。そうですね、まあ、でもこれはバックヤードに送られるようなカードだったはずなんで、まあ送らなかったってことはまあそういうことなんだろうなみたいな。まあ送ったとしても手から出てくると死んじゃうんで、さすがに一番残すんでしょうかなって感じですね。まあ、確かにそうですね、手からも出せるからそこは。そうですね、今こっちは受け面どうやったらワンチャン生き残れるんだかなとかちょっと色々考えてるんですけど、まあ、センター実数値13で頭現象メタあるからホルンダンでも13 で こっちはもうオーバーロード側は受けるとオーバーロードだった両方。はい、まあ実際アウラ側ももうキャッチしてもちょっとセンターダウンしちゃうし、はい、やることが。そうですね、たと、まあ、え何か出したところであんまり直ダメにいてもどんどん重なっていって、うん、受けても全く意味がないみたいな感じになっちゃうんで、まあそうですね、これ実際見た目通りのレベル2だったらよかったんですけどね。そうですね、ロボットが残ってればまあまだワンチャンってところですね、うん、
めくるオートがあれば多分もう1ターンできるのかなできないのかなぐらいなんですけども、コリンがワンパンでセンター抜けなくなっちゃうんでホールダウンでしたらもうちょっと耐えられたかなと。オート1によってはまあ直ダメで死んだりとかもありますけど、はい、まあ、というわけでまあ特に受けきれないという判断になりましたので、ね、そのままやむせに、はい、というわけで、勝負に関しては、右側ですね、チョネさんの、エンリエモットが勝利という形になりました。はい、それではですね、最後に、まあ、対戦した2人にそれぞれ感想等々を聞いていきたいと思います。まずはじゃあ勝利したチョネさんの方からお願いします。はい、今回はもういつも通りというか最大値出して、まあ、専用セットが初手にあるかどうかっていうのが最大なんですよね。本当にそれだけしか 見るとこなくてまあ相手のオートがなかったっていうのも結構ありますけど、まあ想定通り、オートがない以外は想定通り回ったんで、まあ1回回ったんで、確かにオート1回対オート0回だから勝った説ありますねまあ同じデッキタイプって考えると、まあお互いに勝ったら勝ちみたいなね、やりきったら勝ちみたいなデッキなんで、さすがにオート差はでかいですね。あと実はこのマッチングは後手の方が強いですよね、やっぱ先バトルできるんで確かにそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いては、ゆうへいさんお願いします。まあ、焦点自体はアインズからスタートしてすごいなんかいいかなと思ったんですけど、このマッチング別に先手の有利はほとんどなくて、なんならこっちバトル2回あってアタックできる気は最初はないんで、結局やったのを1回アタックしただけみたいな、あれみたいな先行の有利あれどこに行ったみたいなゲーム終わるときにはこっち2面、相手5面、そっかみたいな感じでしたね、本当に。まあ、デッキタイプ的になんか本当確かに終わってみるとお互い面増やすとはいえ、実際終わってみたらこの盤面さみたいな。まあゴブリンは無限に面埋まるまで増やして、アブラは一応1面しか増えないからって感じです。そうですね、まあ1面とはいえこっちはアインズはいるんで、まあ、そこの利点さえうまくできればよかったんですけど、なかなかうまく、はい、まあそうですね、同じデッキタイプに近かったので後手、久々ですね、後手有利。後手有利というか、後手の方が動きやすいの方ですね。有利というか、なんというかね。でも、有利です。実際有利。実際有利に殴れるんで。でも、去年、ずっとこの手のデッキ握ってたんで、まあ、そこら辺も理解してたんで、うん、まあ、しょうがないかみたいな。トルフェイズ1回対2回だから、それは多い方が、まあ。確かに、先にアタックするときに対数多いし、先にアタックできるしって話ですからね。まあ、こういう対面するときがあったときは、後手を取りましょう。難しいけど。難しいですね。このゲーム後手取るとかじゃないですか。まあ安定はしないので、チクとかは守っていかない方が。まあそうですね。実際男性バッカーですもんね。ゴブリン側に対しては。今はやっぱ環境に明かりがいるんで、なかなか持っていきづらいです。確かに実際今これ盤面にキャラ8キャラいますけど、女性は3人。ですね。アウラ側もメインアタッカーが。そうですね。マーレとアイズだから。そうですね。はい、こいつら2人ともちょっと電球交換の前には持っていきたくないですね。ですね。ただまあタイトルカップもしあるとしたらこういう対面多分あると思うんで。そうですね、確かに、はい、タイトルカップは全然あると思いますね。このマッチング全然あると思います、ね、むしろこんなマッチングしかないみたいなむしろ一番強いらしいアインズは多分いないのではないかな、いるはするけどこいつらの方が多分強いですね、おそらく。なのでまあタイトルカップ出るという方はまあこの動画見てまあいろいろ考えてもらえればと思います。はい、というわけで今回の対戦に関しては以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。